多趣味に生きるのもあり、射手座の運勢2021年。いつも YouTube をご覧いただきありがとうございます。ハッピー占い占星術アドバイザーの山田アリスです。今日は射手座の運勢についてお伝えさせていただこうと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ちょっと、アリス事務所の上の階が工事をやっていられまして、ちょっとどしどしとなる時があるかもしれないんですけれども、その時はすみません。2021年は多趣味な生き方をおすすめ、射手座さん。先日のアンケート結果がこんな感じになってまして、ヤギ座とか水瓶座の動画を結構作ってるものが多いので、3番目の射手座の動画をとりあえず作らせていただこうと思います。1年を通じて多趣味な生き方がおすすめということなんですね。サンハウスの木星と土星とは、1年を通じてはこの木星と土星が3番目のハウスにいるので、趣味とか軽い勉強ですね、そういうのも楽しめる部分もありますし、土星なので結構長期的に続けるっていうことも意識されると、あらゆるその知恵がついて面白いかなというふうにも思います。3月2日頃、環境を変えるチャンス。で、3月2日頃なんですけども、環境を変えるチャンスということなんですね。3月はこういう星の配置図になってまして、4番目のハウスが家の場所になってますので、ここがですね、太陽が魚座に入ってきたりとか、金星もね魚座に入ってきたりして、配置がスクエアになることから、普段通り その日常的な居場所みたいなもので、割と習慣化されていると思うので、その習慣を変えるチャンスとも言えるかなというふうに思います。4月16日頃、新しいことにチャレンジを。4月は4月16日頃なんですけども、これは前後されても大丈夫なんですけど、のびのびと楽しいことに挑戦できるという配置図になっています。4月は太陽がお羊座に移動して、水星もお羊座から大牛っていうこの動きになりますし、金星は大牛に抜けていますね。この辺は同じですけれども、こんな感じですかね。楽しむことを意識されると良いのかな。5番目のハウスは遊びとか、恋愛も意味するんで、楽しみ、遊びですね。遊びをこう活発にされるのもいいし、その恋人がいない方は恋のチャンスがあるかもしれませんし、投資もありですね。こういうチャレンジをされるのもいいかな。5月から7月、木星が魚座へ。5月から7月にかけては魚座に一旦木星が入ることから、その期間少し居場所を模索されるようなタイミングが一時的に来る可能性があるんですけども、特にしんどい配置にも私には見えなかったので、この期間は家族とか親しい人たちを大切にされたりとか、よく知ってられる方と一緒に、こう分かってくれる人と一緒にいられるっていうこともいいのかなというふうなアドバイスになります。5月26日頃、新しい目標が見つかるかも。で、5月の26日頃は新たな目標を見つけられるということで、これ射手座の満月でもあるんですけれども、20時15分ですね。5月26日の10時15分に射手座の満月になりますので、水星はこの期間も逆行してますね。水星が5月30日の7時35分から6月の23日の7時1分まで水星が逆行しますので、ここでオポジションになるので、対人関係の中で光り輝いた人がいたりとかしたら、そこからも刺激を得られるような配置図にもなるので、これが満月の日が5月の26日だから、特にそのあたりがね、方向転換しても結構火星も前向きなのでいいかなと思いますね。6月4日頃、人との信頼関係が生まれそう。6月の4日頃は人との信頼関係が生まれそうということで、対人関係のところにテーマが行くので、6月4日の段階ではまだ双子に太陽が入ってますから、蟹座に火星がいて、こんな感じか、
結構こっち側に天体が寄ってるので、対人関係とコミュニケーションが活発になって、あなたが楽しみの方に意識が向いていく日でもあるので、そこでいろんな、まあ、信頼関係が生まれそうなタイミングっていうのもあるので、人との交流を活発な方がいいかなというふうな気がします。6月21日木星が逆行。5月の14日に魚座に木星が行くんで、6月は魚座に木星が滞在するんですよ。逆行も始まるので、6月21日からこれ逆行始まるって感じになるんですね。7月28日頃、はっと自分の居場所に気づく。で、7月28日頃ははっと自分の居場所に気づくということで、木星は7月の28日にですね、水瓶座に戻るみたいな感じなんです。獅子座に太陽が動いて、木星は水瓶座に戻って逆行してますからね。これね、土星ももう逆行してるんですけど、金星は乙女まで行って、結構上の方に天体入ってきましたけれども、軸をこうまたぐ時っていろいろ気づきが起こりやすいので、なんかここじゃなかったかもって思ってね、戻るって感じもしますし、いろいろですね、広く浅い勉強っていうか好奇心をね、なんか持って何かいろいろとされると結構楽しいのかなと思うんですよ。8月8日頃、方向転換のチャンス。8月8日は方向転換もあり、8月8日は獅子座の新月に なりますので、太陽が獅子座に行って、火星金星とこの10番目のハウスに動くので、結構切磋琢磨しているという社会運というか、好き関係ないですけど、ご自身の理想への追求というんですかね、それは結構果たせそうなタイミングなのかなというふうにも思います。納得がいかない時はですね、方向転換されるのもありの時なのかなと思いました。射手座の性質、どんな時も希望を見つけられる。射手座の方はもともと追求心があったりとか、理想の自分になれるような方に向かっていくために頑張る方が多いとは思うんですよ。勉強熱心であったりとかされると思うんですけど、すごくこう落ち込まれたりガーンと調子悪い時あると思うんですけど、そういう時でもどっかで前向きな部分を自分の中で作って、でそのいける星だとも思うので、その理想が描けなくなった時に多分辛いというかね、落ち込まれるのかなと思うんですよね。サンハウス水瓶座の木星のまとめ。木星だけでこれ読むとしたら、本当になんかサンハウスってなんか興味あることをさささと学ぶって感じがするので、こっちとかだったらもっと追求していって、もっと勉強していってみたいな、もっと掘り下げてみたいな感じがこの辺しますけど、ここってその割と目先のことでいいんかなって私は思ってるので、目的持てない日もあると思うんですよ。私はそうなんで、例えばお仕事にしても、今やろうと思ってることにしても、なんかそんな急に方向転換できないっていうタイミングの方もいらっしゃると思うので、じゃあその時にちょっと違う方面のことをやると、ちょっとこうなんか好奇心がまたくすぐられるって ありませんかね。余談、私の場合、私だったら占いばっかりできて、もう占いちょっとしんどいなって思う時もあって、だって毎日占いなので、そんな時はやっぱりなんか一旦ちょっと違うことをやるようにしていて、本当にいろ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 ですね、なんか本当にいろいろこの将棋やったりとか、なんか絵描いたりとか、先生術ばっかり肩にはまり込みすぎるのもあんまり好きじゃなかったりするんで、こうタロット勉強してみようかなとか、出て今は未来少年コナンめっちゃハマってて見てるんですけど、その前はスラムダンク見てて、その前は3月のライオン見てて、もうなんかアニメばっかり見てるんですけど、そういうのでなんかそのちょっと違う刺激を頭の中に入れて柔軟にしてるというか、凝り固まってくるといいことはあんまないと思うんですよね。このパターン化させてがんじがらめにしていくのってあんまり私好みじゃないので、先生術でそういう風になりやすいなって自分がやってて思うんですよ。もうこの星座だからこう、この星座だからこうみたいななっちゃうなって思うので、なんかそうならないように違うものもなんかちゃんと
なんか見聞きした方がいいかなというふうに思ってますね。あとなんか別アカウントで始めたのが公募ガイドって、これやってみられたりとかどうですかね。なんかサンハウスのそういう日常のちょっとした合間でできることをやる、ちょっと私はこれ俳句はちょっとあれなんです、これ面白かったんですよ。なんかこのイラストに会話してるセリフを考えるみたいなやつなんですよ。フォロワー一人で全然知らない場所でやろうみたいな、とかなんか仕事が絡むとなんかやっぱりもうなんかいろいろしんどいじゃないですか。仕事は全く関係なくそのできる世界を持つっていうのもサンハウスなのかなって思ったりしてやってますね。そういうので気を紛らわす、まあ、あんま長時間使わなくても、例えば本当に1日の間の1時間だけ別の世界を自分の中で持つというふうにされるのはすごいいいんじゃないかと、このサンハウスの木星期はいいんかなって。もしその今の状態、例えばお職業にしてもそんな急にいろいろ変えられないってありますよね。やっぱ収入面とか生活面とか考えると、そういう方はそういうやり方もいいかなと思ったりしますね。最後までご視聴していただきありがとうございます。もしこの動画を少しでも気に入っていただけましたら、チャンネルご登録いただけると大変励みになります。高評価やコメント欄もどうぞよろしくお願いいたします。 Twitter や公式 LINE もやっています。